はい、こんにちは。金沢大学の谷本です。はじめます。ではよろしくお願いします。クエスチョン23、抗がん薬の効く効かないを見分けるがんゲノム検査がありますかというクエスチョンに対して、私の出したアンサーは、抗がん薬の一つである分子標的薬が効く遺伝子の変化を見分けることができますということです。こちらについて説明します。クエスチョン14の大熊先生の動画をまずご視聴していただきたいですが、ここでも改めて分子標的薬について説明します。がんに対する化学療法、すなわち薬物療法は、殺細胞性抗がん薬、分子標的薬、免疫療法の大きく3つに分類されます。がん細胞と化学療法は戦争に例えられることが多いですが、もしご覧になって胸を痛められた視聴者の方がおられましたら、お詫び申し上げます。引き続き説明してまいります。殺細胞性抗がん剤は、正常細胞も含めてがん細胞を破壊するドロップ爆弾に例えられます。一方で、分子標的薬は遺伝子異常によって標的分子を発現している細胞を狙い撃つする巡航ミサイルに例えられます。さらに、免疫療法はリンパ球を活性化させて、その活性化したリンパ球に攻撃させるという特殊部隊に例えられます。遺伝子変異は次世代シークエンサーという機器で検出することができます。すべての細胞において、タンパクは DNA の遺伝子情報をもとに作られます。つまり、異常な遺伝子の変化ががん細胞の増殖に有利に働く異常なタンパクを作ります。この異常なタンパク自体を検出する方法もありますが、大元になる遺伝子の変化を次世代シークエンサーが感知することができます。遺伝子変異の説明の前に、クエスチョン11から13の小島先生の動画をご参照いただきたいです。遺伝子の変化には、生殖細胞系列変異と体細胞変異があります。生殖細胞変異は、受精後に開始される DNA 複製の過程で発生します。一方で、体細胞変異は、こちらは突然変異であり、すでに体が出来上がった後に、肺や肝臓などの内臓、あるいは筋肉、皮膚などの体細胞で発生します。生殖細胞系列変異と体細胞変異の主な違いは、前者は遺伝子、子孫に遺伝することに対し、後者は子孫には遺伝しないことです。現時点で生殖細胞系列変異は血液、体細胞変異はがんの組織と血液の両方から調べることができます。血液中の白血球に含まれる DNA は生殖細胞の DNA を反映しますが、がん細胞の DNA とは異なります。一方で、がん細胞から血液中に漏れ出た DNA も検出する技術が確立されております。ここでは遺伝子変異をもとに分子標的薬で治療した症例を紹介します。この方は原発性肺がんと診断された後、気管支鏡で直接がん組織を採取した上で遺伝子変異を調べました。遺伝子変異を調べた結果、EGFR 遺伝子という変異が見つかりました。EGFR 遺伝子変異の中でも L858R というタイプでありました。この遺伝子変異に合う分子標的薬を投与を開始したところ、腫瘍が明らかに縮小してきました。しかし、治療を開始して1年を経過した後、再び腫瘍が増大してきたため、また改めてがん組織を気管支鏡で採取しました。その結果、EGFR 遺伝子の別の変異が見つかりました。
その別の変異に合う分子標的薬を投与したところ、増大した腫瘍は再び縮小に転じました。クエスチョン24。抗がん薬の副作用の程度を予測するがんゲノム検査がありますか？このクエスチョンに対する私の答えは、副作用が強く出現する可能性があるゲノムの多系を測定する検査がありますということです。こちらについて説明します。まずは UGT1A1 というタンパクについて説明します。UGT1A1 は肝臓が作る胆汁の成分であるビリルビンの代謝に関与している酵素です。殺細胞性抗がん剤であるイリノテカンは体内で薬物代謝を受けて SN38 と呼ばれる代謝物に変わり、こちらが抗がん作用を発揮します。SN38 は肝臓内でさらに代謝されることで毒化されて便の中に排泄されます。この時に働く酵素が UGT1A1 です。UGT1A1 の機能は大きく3つに分類されます。私たちや東アジア人の半分は機能に異常はありませんが、残りの半分の方は機能が低下しております。UGT1A1 遺伝子の多系が機能が低下する原因となっております。多系に関してはクエスチョン5の細道先生の動画をご参照ください。UGT1A1 遺伝子の中の特にスター28とスター6と呼ばれる多系が多く認められており、イリノテカンを投与予定の患者さんは血液検査が保険適用となっております。遺伝子多系であるスター6とスター28の組み合わせによって UGT1A1 の機能低下によるリスクが評価されています。スター6、スター28とも機能が多系がない場合は野生型、つまりイリノテカンによる副作用の低リスク群と分類されます。どちらかが多系が見られる場合は、ヘテロ接合型と呼ばれ、中リスク群に分類されます。どちらも多系がある、あるいは、スター6とスター28の組み合わせで多系が見られる場合は、高リスク群に分類されます。実際にイリノテカンを投与された患者さんで、重篤な好中球現象、あるいは下痢の割合が野生型低リスク群に比べて高リスク群は明らかに頻度が高いことが分かります。クエスチョン25。がんの種類にかかわらず、抗がん薬の効果を予測するがんゲノム検査がありますか？こちらに対する私のアンサーは、抗がん薬の一つである免疫チェックポイント阻害薬において、がんの種類を問わずに効果が期待できるゲノムの特徴を調べる検査があります。です。こちらについて解説します。まずは、クエスチョン29の砂川先生の動画をご視聴していただきたいですが、こちらでも MSI 検査に触れておきます。ゲノムには1から数塩基の塩基配列の繰り返し構造であるマイクロサテライトと呼ばれる部分があります。マイクロサテライトでは DNA 複製時にエラーが生じやすいことが知られています。通常、複製時のエラーはミスマッチ
修復タンパク質の複合体の機能によって正常に修復されますが、その機能が欠損すると DNA 複製時のエラーが修復されずにマイクロサテライトが通常と異なる反復回数を示すことがあります。この状態を高頻度マイクロサテライト不安定性、つまり MSI ハイという状態で表現されます。海外において32種類のがん患者1万2019症例を対象に MSI ハイ頻度を調べた報告があります。割合が高い順としては、子宮内膜がん、胃がん、小腸がん、結腸直腸がん、子宮頸がんの順になっておりますが、頻度は低くても、多くのあらゆるがんにで、MSI ハイが検出されております。MSI ハイのがんでは、ミスマッチ修復機能の欠損により、正常な細胞と比べて多くの体細胞の遺伝子変異を持っていると考えられています。そのために異常なタンパク質が蓄積することで、T 細胞から認識されやすくなっていると考えられています。実際に免疫チェックポイント阻害薬で治療された MSI 肺のがんは、がんの種類に関わらず、高い治療効果が見られております。こちらは、免疫チェックポイント阻害薬ではないんですが、一部の分子標的薬も臓器横断的に使用可能となっております。NTRK 融合遺伝子陽性に対する NTRK 阻害薬、BRAFV600 異変陽性に対する BRAF 阻害薬と MEK 阻害薬の併用療法は、いずれも原発層に関わらず高い治療効果を認められています。そのため、現在、我が国では3種類臓器横断的に使用可能な化学療法があります。最初に述べた MSI に対するペンブロリズマブ、こちらは免疫用チェックポイント阻害薬であります。そして先ほど述べた NTRK 融合遺伝子陽性の固形がん、BRAFV600E 変異陽性の固形がんに対する分子標的薬です。これら3つにとどまらず、今後は他の遺伝子変異に対する臓器横断的な薬剤が次々と承認されることが予想されております。